蝶の羽音ってどうして聞こえないの？みんなこんにちは、アテナくんだよ。どうして蝶々の羽音って聞こえないんだろう。今日は蝶々さんにお話聞いてみたよ。私は蝶々、私って優雅でしょ。音も立てないでひらひらと舞って、私の羽音って聞いたことある？多分あまりいないんじゃないかしらね。私の羽って体に比べて大きいじゃない？この大きな羽をゆっくりと動かしているから音がすごく小さいのよ。ハチさんやアブラゼミさんと比べてみても、ほらこんなに違う。でも私たちだって何万匹何百万匹もが一斉に飛ぶと音が聞こえるわ。カナダで生まれる一部の蝶は寒い冬を越すために4500キロも飛んでメキシコへと渡ってくるのよ。その蝶が一斉に飛ぶと小川のせせらぎみたいに聞こえるのよ。今日も見てくれてありがとう。よかったらチャンネル登録してね。バイバーイ。